Truckers X TV on air。We are now live in 3, 2, 1。どういうことだ。アカシックにおける最高位であるランク A の管理者権限を保有しているのは私だけなのだ。だから本来であれば何者も私のデータを書き換えることなどできないはずなのだが。何が起こっているのだ。まずいことになった。アカシックが暴走している。おそらく私の管理者権限を操作したのもアカシックだろう。完全にこの仮想世界はアカシックのシステムに乗っ取られてしまったようだ。もはや私ではどうすることもできない。現在最高権限を所持しているのはアカシック自身なのだからな。それじゃあ使徒消滅作戦を止められないってこと？そんな、あと一歩なのに。いや、まだ方法は一つだけある。この部屋にある3台のターミナルコンピューターから現実のアカシックサーバーへアクセスし、電力供給を切断すれば緊急停止させることができるはずだ。ただし3系統ある電源を同時に切断しなければセキュリティロックが発動し、ターミナルからの操作を受け付けなくなってしまう。つまりチャンスは一度しかない。ユーリ、普通チャンスってのは一度きりなんだ。それだけあれば十分だろ。それでは共同戦線と行こうではないか。3人で肩を並べるのは大学の時以来だな。さあ再び手を取り合い、共に戦うのだ。終わり。海の、いや、我が輩はイルカ2号であるぞ。ではここに元祖ジャッジメンの再結成を宣言する。ちょっと大丈夫なの？バカが3人に増えただけなんじゃないの？あなたたちポーズをとっている場合ではないでしょう。早くアカシックを停止しないと。夏美先生、我が輩たち3人のコンビネーションを侮ってもらっては困るぞ。さあどう攻める？世界有利。もちろん3台のターミナルコンピューターの操作は私と終わり、そしてターニチカで行う。はい、夏休み戦力回数国ジャッジメン、早くも解散の日だし。ターニチカ、できるかい？うん、当たり前なのだ。天才のターニャにできないことなんてないのだ。それにパパの手伝いはターニャの1000倍特許なのだぞ。ああ、そうだったね。よろしく頼むよ。つまりメイン、サブ、非常用と同時に切断しないと、もうここからは操作できないということだな。ああ、何せこの手のスーパーコンピューターは常に稼働し続けるのが前提の設計だからな。不慮の事故や停電で全ての電源が落ちないようになっている。だが全ての電源の供給が断たれると緊急用の蓄電池に切り替わり、シャットダウンが開始される。そして約2分ほどでアカシックは完全に停止する。ちょっと面倒な設計だが、まあ俺たち3人なら大丈夫だろう。ターニャにお任せなのだ。
ちょっと待ってほしいなり。我が輩は何をやればいいのだ。そうだな、イルカは。おお、すまないね、ターニチカ。このコンピュータは成人男性が操作することを想定して設計してしまったんだ。いや、そうだったのか。だったらしょうがないのだ。いやいや、それで片付けちゃダメだろ。このままじゃ操作できないじゃないか。心配いらないよ。私が抱っこをして持ち上げてあげよう。そうすれば届くだろうからね。高い高いだ。待ってください。それじゃもう一台のコンピューターを操作する人がいなくなっちゃいます。というか親心を出すところ間違ってますから。そうだった。すまないターニチカ。抱っこはアカシックを脱出した後までお預けだ。残念だけど我慢するのだ。今はアカシックを止めるのが先だからな。だが困ったな。このままではターニチカが操作できないではないか。この部屋には踏み台もないし。おほう、踏み台があればいいんだね。何かいい案を思いついたのか。ああ、いるか。あ、本作戦において重要なミッションを言い渡す。ターニチカの足場となりコンピューターの操作をサポートするのだ。これは元祖ジャッジメンであるお前にしかできない任務。任せたぞ。これぞ我が輩の待ち望んでいた大いなる使命。我が輩の命をかけたミッションというわけか。世界その任務受けたまわったぞ。必ずや全うしてみせようではないか。さあ立ち上がよ。我が輩の背を足場にし己の役目を果たすのだ。これで準備が整った。終わり。ターニチカ、いいね。ああ。いつでも行けるのだ。では、これよりアカシックサーバの緊急停止を行う。終わり。ターニチカ、セキュリティシステムにハッキングし、メインシステムに侵入するぞ。レベル1のセキュリティをクリア。ターニャムなのだ。私もクリア。セキュリティはレベル7まである。急ぐぞ。わいせつ男。
なんでこんなにたくさんいるのよ。出口って死んじゃったのよね。なんでまた出てくるのよ。確かに出口は死んだ。しかし奴のアバターのデータはアカシックサーバーに残っていたのだ。暴走したアカシックがサーバーからデータを引き出したんだろう。アカシックは我々がシステムに干渉したのを察知して危険因子として排除しようとしているのだ。つまり、わいせつ男の狙いはターミナルコンピューターを操作してる3人ってこと？にゃーん！ターゲたちを狙っているのか？怖いのだ。我々はここで作業をやめるわけにはいかない。おそらくあと5分ほどで緊急停止できる。みんな、それまでこいつらを食い止めてくれ。無茶ぶりにも程がありますよ。そうよ一礼。あんた前に出口の攻撃を防ぐためにバリアを出してたじゃない。あれでわいせつ男も防げないよ。あのバリアはランク B の管理者権限を持っていたから出せたものなの。今の私じゃバリアを出すどころか盾役にもならないわ。オワリさん、スマホを貸してください。ワールドプラスで助っ人を紹介します。わかった。ワールドプラス起動。はぁ、皆さんお久しぶりね。また呼び出し。気軽に悪魔をこき使わないでほしいんだけど。ちゃちゃちゃ、良い子の味方ジャンクマの登場じゃん。リトルくん、会いたかったよ。レイジ、助けて。浅野さん、ニコルとの再会を喜んでる場合じゃないですよ。そうだったわね。思わず条件反射ってやつよ。分かってるって。それでレイジ、僕たちになんのよ。で、この状況を見たら大体予想はつくけどさ。君たちにはわいせつ男たちを倒してほしいんだ。オワリさんたちがアカシックサーバーを停止するまでどうにか持ちこたえなきゃならないんだよ。あら、私戦闘は苦手よ。応援は得意だけどね。はっ、やっぱりあんた胸が大きいだけの役立たずね。言ってくれるわね、あなた。私が胸だけじゃないってこと思い知らせてあげるわ。ちなみに前にも言ったけど、僕は戦えないからね。それに君たちには願い事も残ってないし、協力する理由なんてないよ。あら、ニコル、随分と偉そうな口を聞けるようになったのね。へえ、成長したのかしら。何さ、また脅すつもり？どうせ僕のデザインや設定を変更するって言うんだろ。そんなこと言わないわ。命令も脅しもしない。ただお願いするわ、ニコル、私たちを助けて。お願いよ。え、夏美、なんかそんな普通に頼まれると拍子抜けするっていうか、そもそも僕は悪魔だからそんな簡単には助けたりしないし。そう、
生みの親の頼みが聞けないのね。悪魔だろうが何だろうが親不孝者は嫌いよ。助ける気がないのならもう帰っていいから。そんな風に言わないでよ。助けるから嫌いとか言わないでよ。オイラはちびっこの言うことしか聞かないじゃん。お前みたいな冴えない大人の言うことを聞く義理はないじゃん。ほら、ダンカモ、レイジの言うことを聞くのだ。これはターニャの命令だぞ。熊使いが荒いじゃん。でもちびっこの命令じゃ仕方ないじゃん。お前さっさと命令するじゃん。それじゃあジャンクマ、ここにいるワイセツ男たちを倒すんだ。そんな言い方されてもやる気出ないじゃん。ちゃんとお願いするじゃん。そのワイセツ男を倒してください。お願いします、ジャンクマさん。やれやれ、了解じゃん。めんどくさいからみんなまとめて死刑じゃん。私は戦力にならないからみんなの指揮を取るわね。わかりました、よろしくお願いします。一例の指示はいつも的確だもんね。よろしく頼むわよ。レイナさんが監督さんだね。分かったよ、何でも言って。それで一例、私たちはどう動けばいいの？ええ、それじゃあ配置を決めるわ。まず浅野とエロリー、あなたたちは世界くんを守って。オッケー、お任せくださいな。夏美とニコルはユーリーをお願い。夏美、威力の高い技は詠唱に時間がかかるから、なるべく詠唱が短いものを連続して出して。やってみるわ。わかった。ユーノとジャンクマは立ち穴をお願いね。ユーノ、ジャンクマに攻撃の指示を出してあげて。うん、ジャンクマちゃんよろしくね。お嬢ちゃんはちびっこじゃないけどオイラの好みだから協力してやるじゃん。どいつもこいつもみんな死刑じゃん。レイジ君は最前線でわいせつ男に対応して、全体の動きは私が見ているからどこに行けばいいかは指示するわ。了解です。この世界は思いの力が物理法則として作用するわ。だから気持ちを強く持って、決して諦めないで、絶対に世界君たちを守るわよ。それじゃあ戦闘開始よ。私も負けてませんわ。ギャフン。いや、助けて。これはエロリーの新技、爆乳プレスじゃないか。爆乳プレス。つまずいたと見せかけ、敵が油断したところに胸から突っ込むというラッキースケベ攻撃なのだ。だがその威力は侮ってはならない。いろいろな意味で昇天してしまうのだからね。おっと、これでこっちはレベル4をクリア。私も負けてらんないわ。浅野さんがやっても残念な結果になるだけです。普通に戦ってください。何よ残念な結果って。君腹立つ。
から死ぬ。ニコル、私の後ろに隠れてないでちゃんと戦いなさい。それでも男の子なの？ひどい。子供を戦わせるなんて。仕方ないな。ジグザグにしてやる。これはジグザグの剣ね。うん、もともと頭がモザイクで見えないからすぐに元に戻っちゃうかもしれないけど、でも多少の時間稼ぎにはなると思う。僕にできるのはこれが精一杯だよ。だって他の技を設定してもらってないから。それで十分よ。これなら呪文詠唱の時間が稼げるわ。実はニコルは魔界の王の息子であり、魔王の使える呪文は全て継承しているのだ。ただ問題は魔王の設定を考えておらんこと。ああ、面目ない。言われたらやめるしかないじゃん。そっか、残念だったね。こっちはレベル5のセキュリティをクリアなのだ。レベル6クリア。あとは下着を脱がすだけだよ。私も間もなくレベル4をクリア。最終セキュリティの解除はタイミングを合わせるぞ。終わり、タニチカ、準備ができたら合図を頼むよ。デイジ君、右前方から新手のワイセツ男が来るわ。構えて。はい。シックも必死ね。キリがないわ。世界君たちの方はどう？こっちはもうブラのホックに手がかかってるよ。外したくてうずうずしてるってところさ。何にもあとちょっとで。よし、レベル7のセキュリティドアに到達したのだ。こちらはレベル6をクリア。どうやら私が一番足を引っ張っているようだ。レベル7は…クソ、手強いな。待ってろユーリ、今俺がそっちに行って。パパ、ターニャがここからパパのターミナルに割り込みをかけるのだ。一緒にやるぞ。ターニチカ、頼む。しまった。
ジーよ。武器などに頼るな。今こそお前の真の力を解き放つ時。レイジボンバー発動じゃい。来や、レイジボンバー。あれ。あれれ、一体何が。何、どうなってんのよ。アカシックサーバーへの電力供給の切断に成功したよ。私は現実に戻ったらアカシックサーバーを破壊し、 DSD 計画に関する一切のデータを破棄する。その後は事実を世間に公表し、 DIH にでも出頭するよ。そうか、後のことは頼んだよ、ユーリ。時にユーリ、アカシックサーバーの緊急停止まであとどのくらいなのだ。あと90秒といったところだ。完全にシャットダウンしたら、我々は現実の世界に戻ることができる。結局、エロリーのムニュムニュを体験することができなかったのが心残りだな。それじゃあ最後にやってみます。お、ではお願いして。お願いするな。まったく懲りないやつね。あなた、なかなかやるわね。胸も頭も足りない残念女だと思っていたけれど、先ほどの戦いで少しだけ見直したわ。あんたもね、胸だけしか取り柄がないと思ってたけど、度胸あるじゃない。どうこした胸とか言って度胸ですわ。それにたとえ胸がなくたって、あなたは十分魅力的な女性だと思いますわ。エロリー、だから巨乳になるのは諦めた方がいいと思いますわよ。はあ？何よそれ。私は絶対絶対諦めないんだからね。いつかあんたを見返してやる。あらあら、女は胸が全てじゃありませんのに。まあ、ないよりはあった方がいいかもしれませんけどね。では、ごきげんよう。やっと君たちから解放されるよ。あら、口では嫌だ嫌だって言ってた割に、なんだかんだ言って手伝ってくれたじゃない。だって夏美があんなこと言うから。何にせよ夏美先生を守ったのだ。さすがニコル、魔界の王の血を引くサラプラッドデビルだな。あのさ、その辺の設定はあまり曖昧にしておかないで、ちゃんと決めておいてよね。困るのは僕なんだから。イルカのことをいちいち相手にするだけ無駄よ。あなたはあなたなんだから、自分の意思で決めなさい。ニコル、もうこうして話すこともないでしょうから、最後に言っておくわ。あなたにはリア充ゲームで散々な目に遭わされたけれど、助けてくれてありがとう。会えてよかった。
あなたを生み出したことを誇りに思うわ。ママ。え？ママ？なんでもないよ。まあ面倒ごとに巻き込まれるのはもうごめんだけど、ジャッジメントセブンのみんなといる時間は悪くなかったよ。ニコル君待って、最後に抱きしめさせて、お願い、浅野さんの一生のお願いよ。それじゃ僕はもう行くから。私、ニコル君がいない世界でどうやって生きていけばいいの？ジャクマちゃんいなくなっちゃうの？言うの寂しいな。そうなのだ、まだ背中に1回しか乗れてないのだ。もっともっと一緒に遊びたかったのだ。ちゃちゃよい子のみんなはわがまま言っちゃダメじゃん。ジャンクマはよい子のいるところにやってくるじゃん。わかったのだ。寂しいけどいい子にするのだ。だからまた会えるのを楽しみにしてるのだ。あ、でも今度会うときはもうちょっと可愛いクマさんだといいのだ。おいら可愛くなかったじゃん。声はとっても可愛いと思うよ。でも見た目はちょっと怖いかな。無表情だしね。そうなのだ。あと攻撃が可愛くないのだ。ショックじゃん。生まれ変わったらまた来るじゃん。さてと、それじゃあ私もみんなにお別れを言わなきゃね。一蓮、それって一体どういうこと？永遠の別れみたいなこと言わないでよ。残念だけどその通りだもの。だって私はアカシックと一心同体、アカシックの中でしか生きられない作り物の人格だから、アカシックサーバーが破壊されれば必然的に私も消滅することになるのよ。だったらアカシックの外へ逃げればいいじゃない。ジャッジメントセブンの社内サーバーは無理でも、どこか別のサーバーにでも。それはできないわ。今の私はアカシックに完全に固定されてしまっているから、今さらどこにも逃げ場なんてないの。そんな。でもそれでいいのよ。だってこの私は一ノ瀬玲奈の残像みたいなものだから、この時間はきっと神様がくれたボーナスタイムだったのね。でもボーナスタイムはいつか終わらなくっちゃ。ゲームと一緒よ。そんなの嫌よ。私たちには一例が必要なの。大丈夫、もうあなたたちに私は必要ないわ。だって午前0時くんっていう新しいディレクターがいるんだから。0時くん、みんなのことお願いね。いいディレクターになってちょうだい。いいディレクターで居続けてちょうだい。はい、頑張ります。うん、いい返事よ。これなら安心ね。さよならみんな。最後にみんなで盛り上がることができて嬉しかったわ。
これからもみんなにしか作れないゲーム作り続けてね。一連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 レイジ君、ご苦労だったね。お、オワリさん？なんだ。なんだ。ってどういうことよ！私たちが来たってのに！すみません。なんだか安心してしまって。ありがとう。あなたの勇気がなかったら新世界に行ってアカシックを破壊できなかったわ。そうよ。一人でよく頑張ったじゃない。ただのヘタレだと思ってたけど、ちょっとは見直したわ。ちゃんと褒めてやらないとな。タンニャがいい子いい子してやるのだ。震えが止まらぬか。どれ、特別に我が輩の肉の鎧にてレイジーを包み込んでやろうではないか。だったら俺も一肌脱ごうじゃないか。男に興味はないが、レイジ君なら俺もなんとかなるかもしれないし。それは勘弁してください。お気持ちだけで十分ですから。それより皆さんもお疲れ様でした。いや、大変なのはこれからだよ。さっきラウンジで目覚めたら領収書が置いてあってね。え、カラオケ店にいたんじゃないんですか？アカシックがシャットダウンしても我々がなかなか起きなかったようでな。しびれを切らしたらしく、宮菱が DIH の職員を呼んで我々を車でここまで輸送してくれたらしい。だが、えげつない領収書を見たおかげで一気に目が覚めたよ。え？延長料金そんなになってましたか？いや、そうではないのだ。我が輩たちが仮想世界に行ってる間に宮菱と陽子女子がお酒を頼みまくっていてな。領収書を見て我が輩思わず全身の毛穴が開いたぞ。朝の以上の大酒飲みだったとはな。まさに上髪だ。俺たちが目覚めた時には二人とも基地にはいなくてね。こんな置き手紙が残されていたんだ。でもってこっちが領収書だ。これに加えて修理代の請求も来るとは。一体いくらになるのか考えただけでも頭が痛いよ。ああ、
これで私確実にあの店出禁になったわ。休日の人にカラオケ大会とか、これからどこでやればいいのよ。もうこうなったら基地のラウンジあたりにカラオケマシンを導入してもらって、そこでやるしかないわね。あ、浅野、それを決めるのはまだ早いんじゃないかい？その通り、きっと新たな戦場が見つかるはず。決して希望を捨てるでないぞ。そうですよ、なんだったら僕が探してもいいですから。そう、まあそれならいいんだけど。そんなことよりターニャお腹ペコペコなのだ。だったらユウの何か用意するよ。みんなラウンジに集合してね。おお、そうだ、ちゃんと東京が救えたかどうかを確認しておくとしよう。まあ外も騒がしくないし大丈夫だとは思うけどね。8月17日木曜日、朝からワイドの時間です。さて本日最初のニュースは、我が輩の設定では本日8月17日の朝には交通機関や金融機関の管理システムがハッキングされシャットダウンされているはずだ。僕たち本当にサイバーテロを阻止できたんですね。この東京を救えたんですね。みんなお待たせ、ユウの特製の残飯定食だよ。買い物に行く暇なかったからとりあえずこれで我慢してね。ちょっと貧相だけど味には自信あるから。我が輩たちは東京を救ったヒーローだというのに、残飯定食とはなんともわびしいではないか。あら、イルカにはこれでも贅沢すぎるくらいよ。どうせいつも大したものを食べてないでしょ。そうよ、ユーノの手料理を食べられるだけでありがたいと思いなさいよね。なんだったらあんたは朝食抜きでもいいのよ。そこのスリッパでもかじってなさい。軽い冗談だ。もちろんいただくに決まっているではないか。なんでもいいから早く食べるのだ。おや、レイジ君、どうしたんだい？え、僕がどうかしたんですか？いや、なんだかニヤニヤとしていたからね。先ほどの続きでも妄想していたのかい？してませんよ。嬉しいんです。こうやって僕たちの日常が取り戻せて、またゲーム開発を始められるんですから。おお、
確かにその通りだ、レイジーよ。よくぞそのことに気づいたな。それでこそ若手し。東京を救ったんだから、ちょっとくらい休みをって思わなくもないけど。でも、私もなんだか無償にゲーム作りたい気分なのよね。はーい、言うのも頑張るよ。まだまだ夏は終わらないからね。ターニャもなのだ。東京にいられるのはあとちょっとだけど、北海道からでもゲーム作りに参加するのだ。だとしたらすぐにでも開発を再開した方が良さそうね。全員が集まれる夏の間にある程度のところまでは進めておかないとだし。みんながここまでやる気になってくれるとはな。代表としてこれほど嬉しいことはない。しかも幸いにして、あのループした新世界に囚われた時、レイジ君の提案で企画会議は済ませてあるからな。仕様はほぼほぼ完成している。あとは各自それに合わせて作業をしていくだけだ。目指せ夏の終わりまでに完成、そしてリリースだ。終わりさん、そんなの無茶ですって。諸君、この朝食が終わったら我らジャッジメントセブンは修羅へと入る。夏の終わりまでワールドエンドヘブンを完成すべく全員が一丸となって取り組むのだ。Thank you.